みんなで会議は様々な考えの方や幅広い年代の方が集まり、愛知生協のこれからについて話し合います。生協の商品で一緒に作って食べようみたいな、気軽に参加できるものがあったらいいな。公認の状態で売られてるのがほとんど、作る方法を実際に目で見て体験したりとかして知りたいな。他にも様々な意見が出ました。オーガニックフュージョンっていうワードが多かったところだったので大きく出ました。農作業するのが大変だということで、すごく草とか、なんかいろいろそういう地道なことについても何回かシリーズでやるとか、その日のロスをもったいないせいし、体の問題とか、そういうことですね。皆さんがなかなか関心されてないということで、そういうリサイクル工業の見学、離乳食の試食、子育て支援センターにも、そういうところにちょっと行ってもらってます。で、農薬や有機物についての学び、勉強会に参加できない方には SNS を使って発信してほしいという意見がありました。工場見学とかしたり、自ら体験をして学んで暮らしに取り入れて、大人だけではなく子供から。次回は今回出された意見をもとに、具体的に何が実現できるかワイワイ楽しく話し合います。